宮崎重三郎1月4日昭和40年8月30日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。長男は陸軍士官学校出身で元明治大学総長の宮崎茂げ岐阜県出身。岐阜中学を卒業後、陸士を卒業。席次は737人中230番。 不評第16連隊に配属された。本来であれば、陸大に入学するのに必要な連隊長からの推薦も受けられない成績であったが、二度目の受験で合格し、陸大36期を64人中29番で卒業した。参謀本部品ンなどを経て、ハルビン特務機関補佐官に就いた。満州の不安定化と日本軍の勢力拡大を目論む。 天笠正彦などの工作活動に関与した。妻の秋子は、流城古事件の数日後に、宮崎の校舎を訪れた天笠が帰り際に、偽旗作戦として、手榴弾を爆発させる現場を目撃している。熱火作戦中に、不評第31連隊、第二大隊長に転出した。流火校、新海霊において五月十日夜からの連続ニアの、夜襲を成功させ、 第八師団長、少子、三級禁止勲章を受けた。部隊の内地機関後に中佐に昇進し、参謀本部品川暗号班班長に就任した。2.26事件を頂点とする、陸軍内部での派閥構想や、陸軍勝負将校による政治への妖怪に対しては、完全に無関心を貫いた。関東特務機関長、台湾軍司令部参謀。 第21軍司令部参謀などを経て満州に駐屯していた不評第16連隊長となった。野門藩事件が発生すると第2師団片山主体に属して事件末期に連隊を率いて戦闘に参加した。ドロトコ997コーを十分な準備を経て野衆しソ連軍部隊を退却させた。ソ連軍戦車100台以上による 翌日の反撃を多大な犠牲を払いながらも撃退した。この状態で停戦が決まったが、宮崎は兵の中から石膏の経験のあるものを集め、第一戦に沿って十数個の石碑を埋没させておいた。事件後の国境策定交渉においては、ソ連、モンゴル側が主張する教会が国境として合意されたが、16連隊の担当範囲であった南部においては、 宮崎の起点によって、満州国、日本側に、有利な境界が定められた。上海特務機関長を経て、第13師団不評、第26旅団長。第13師団は当時計画されていた重慶、進行作戦の機関部隊と目されていた。南方方面の戦況悪化により旅団付属の不評、第58連隊と共に宮崎はビルマへ送られ、自身は、 第31師団不評団長に補えされた。第15軍司令官、無田口蓮や中将の主導したインパール作戦は、補給を無視した、無謀な作戦であり多くの犠牲者を出した。宮崎は指揮下の三個連隊から第58連隊のみを指揮下に置き、これに一個三方大隊を加えた3000人の兵を、率いて、インパール北方の小暇攻略を命ぜれた。 コマリンを出発した宮崎市隊は、民民山系を越えて、サンジャックにおいて、A イン軍第50落下山旅団を攻撃、これを配送させその装備を奪った。ここで、反日の休息を取った後にさらに、コヒマインパール間のト辺まで、インパール街道に出て一気に北上した。A 軍は、コヒマにおいて、陣地構築中だったが、宮崎による急進は、予想を上回り、不意をつかれた。 英院軍は小島中心部を撤退し三佐寺西南の英、弁務官皇帝のある丘陵地に逃げ込んだ。第58連隊による小島占領によって、インパールに対する補給線であったディマプールインパール間のインパール街道は遮断された。宮崎はさらに弁務官皇帝に英軍が設けた陣地攻略を目したが、英軍の抵抗によりこれは果たせなかった。その後、 英軍が2個師団を持って行った小暇、奪還作戦に対して、宮崎市隊は頑強に抵抗したが、第31師団の他部隊から支援を受けられず、大きな損害を被り、兵数は当初の3分の1にまで減少した。佐藤師団長の公明による第31師団退却後、宮崎の下には軍司令部からインパール占領まで、 インパール街道で自給せよとの状況を無視した命令が送られた。宮崎はすでにすべての方を失い600人にまで減少した部隊を2分し、一方が英軍に抵抗する間にもう一方がその後方のインパール街道に陣地を構築することを繰り返し、徐々に街道を南下するとの計画を立てた。街道上で1ヶ月自給できれば、 世界記録となると兵を励ましたが、17日目にカロンにおいて、ついに英軍戦車により突破され、インパールへの補給船は奪い返された。街道東方の山岳地帯において英軍に包囲された宮崎地帯に対して、ついに軍司令部から撤退命令が下された。負傷兵を戦場に残さないという信念のもと、宮崎も負傷兵の担架を担ぎ、 食料が欲しいと言われれば、自らの食料を与えた。多体の戦死者や負傷兵を見つけると、遺体は埋葬し、負傷兵を収容させた。量より、質、質よりはをモットーとした死体において、宮崎は常に、攻撃に際しては戦闘を、退却では最後尾を貫き、部隊は大きな損害を被りながら最後まで統制を保った。インパール作戦後に、 第54師団長となった宮崎は、1945年4月に、平和寺川下流付近で防衛戦を展開した。しかし突如上級部隊である、ビルマ方面軍の司令官、木村平太郎大将が、司令部を放棄し逃亡したため、指揮系統を失った宮崎師団は敵中に完全に孤立する事態になった。殲滅される寸前で、重装備を放棄して、 ペグー山系の竹林に逃げ込んだものの、第54師団は補給や連絡が途絶えて今度は全軍が死の危機に瀕してしまったそこで7月下旬やむにやまれず分散して敵中突破を試みた者の将の兵の多くが死亡目的地の失趟加藤岸までたどり着いたのは半数以下であった宮崎はそこでも粘り強く防衛線を展開して従衛陣で終戦を迎えた その後ビルマの収容所に収容され、イギリス軍の捕虜となっていた時には、部下が不当な扱いを受けても、決して泣き寝入りすることなく、その都度イギリス軍に対し厳重な抗議を行って、部下を守った。戦いを終えて、捕虜となっても、宮崎は指揮官としての義務を決して放棄しなかった。1947年5月に帰国した。帰国後は、小田急線下北沢駅近くの商店街に、 東小売店岐阜屋を経営、店主として生涯を終えた。昭和33年には雑誌、丸に不評第16連帯噴戦数と題した回想録を寄せている。死の直前に見舞いに訪れた村田実は、宮崎が敵中突破で分離した部隊を間違いなく掌握したか、と上事を繰り返していたと述べている。藤本直則、第8師団に輝く。 交渉一面および二面、ありがとうございます。